はい、食べてるけ熱や、うん、頂点頂点1万円久しぶり感覚はすごい。そうやな、久しぶりで案件ドッキリ、案件ドッキリのやつ以来ということで、うん、まあ1ヶ月ぶりぐらいかな、大体、うん、はいはい、で今日はあの住之江協定場がもうやってるので、うん、場外でも生で見れるっていう、やったやな、1万円って言うのは。いや、1人2500円え、どういうこと、どういうこと、企画費はもうなくなりました。え、月始めて終わりやさっきの俺の行動見てた俺今日給料もらって、俺それ全部入れにてたのなあ、間に合ってないんよ、7万7万が全部もう7万じゃ足りてないのよ。なるほど、1000円返してな。ずっすずっすずっす1万2000円。ずっすずっすやばいんですけど。やばいよ、やばいんですけど。でも、うん、あの協定の編集すること多いよ、うん、割と、はい、3回に1回俺ら勝ってんねん。あの3レースに1レースぐらいは当ててんねん。当ててるな、トータル最後負けてんねんけど、うん、だからその勝ったところでもうやめたら勝ち逃げせえってことやな。あ、そう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 、はい、どういうレースの予想なの、その2500円を自分でかけていける、うん、だからまあ3レースやろうと思ってて、はい、3000、3000、4000かな。ほう、ちょうど1万円、うん、で途中で1万5000当たるとするやん、うん、もうそれはほっといて3000、3000、4000っていうのを決めといたら、もう資金をね、5000勝ちってこと。じゃあもう絶対5000は勝てる、はい、うん、確実に今日勝ちに行く日や、確実に勝ちたい。じゃあ俺や。いやまあもう、ほんまに実績は、うん、そうだからもう穴目とかを狙わず、生涯年収俺一番高い協定とかギャンブルでのこの中で生涯年収一番高いこんな金額で使わない生涯年収一番一番、もう定食と初等食したい久しぶり久しぶり久しぶりなんか撮影久しぶりやから。いや、そうよ、なんかな、東京以来やから。そうやな、なんかいろんな人にな、もう会ってみたいな、俺らだけのやつが久しぶりか。そうや、ちょっと今日なんか嬉しいのよ。じゃあもう1万円でもう勝ちたいや、はい、勝ちたいな。僕今一応あの水道がもう2ヶ月足りないえ、もうあのやばいんですよ。今日までで8月31日付けなんですよ。なんぼら、8000ぐらい。じゃあね、ガスは、でもガスは払ってる。あ、次分かれ、ごめんガスは分かれ、まあ、どこを払ってるかも、どこを払ってるかも、この月を払ってるかも分からんで、8000なんだろ、8000なんだろ。で、2500円やから、ほんまに3倍やなんとかしたい。任せて任せて、頼むわ、お願いします。はい、いきますよ、せーの、笑う角には福来たね。入場、よいしょ。なんか今日人少なないですか。少ない、ね、何レース目から今2レースで9分前、はい、あれは剣しよう、剣見るってこと。いや、これ剣です。怖っ、ギャンブル用語。え、そうなの。はい、左右から向こうにギャンブル依存症相談コーナーがあるので、マジでそんな相談窓口ある。ほんま一回行こうかな。一回行って、もうあ、もう無理ですって言いまして手上げて、向こうが白肌ネタガチャ。でも第2レース荒れそうやな。じゃあ2レースやろ。お前らマジで個人掛けやめろ。あ、そっか。え、じゃあ いいけど負けるやん、個人掛けで。え、俺最近で、うん、松山。あ、そうか。最近さ、俺個人掛けしても言ってないもん動画で買った時だけ言う。うん、そう。なんかちょこっとだけじゃ第2レース個人掛けいいんじゃん。俺する。全部十何倍。こんなのマジで当てたろか。協定って人一点掛けで当てたろか。え、マジでマジで。なんか聞いてるわよ。すぐあのサイトとかを見ながらちょっと穴目狙っていこうと思います。いいよ、お前はもう。だって外れるんだもん。俺ファンおるやん。おらん。この個人掛けはパパッと見ますわ。はい。じゃあ行ってきます。お願いします。よし。どうぞ。一応みんな紹介したと思う。オッケー。これ1日3。あ、もうその1点だけ。で、これで当てるっていう。100円。僕は3頭来たの。あ、全通り。
234番前半戦の一般戦のカード第2戦です。僕は123番です。あんまり自分らの負け方進化してない。ボックスとか俺聞いたことなかったこれが123やったらそのボックスでの取り書きと順番ねやってるよこれは。これはマジで誰かシリーズの最後僕が勝手に言うてるいや生き残るとスローで決着だから。やっぱいいな生。今日むちゃくちゃ天気いいな。しかも10秒天気大事です。1%です。きた1番から3番4番5番6番その音変わらんな変わらんなおい3やな3めちゃめちゃやんけおい3やなおいいや綺麗に並んでる。これ123や123やさすでしょあれは絶対無理やな下手くそやな。いやいいやうまいうまい完全やなお前。1、2、5、1、4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 、
かぶってるかぶってる、ここかぶってるぞ、いけ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 、リーゾさんいけ、こい、ちょ、ゴーマジで、ちょ、ゴーうますぎやろ、ゴーうまいわ、めっちゃ詰めてる、あぶな、あいや弾かれたな、今3、3、決めろ、いや、まだ分からん、マジで3ある3ある、わかんない、あれはいや刺す刺す、おぉマグットマグットマグットほらマグット、いや4だ、いや3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 や、マジマジマジで3や3や来た、いや3や、どっち3、絶対3や、いや2、3がすげぇ、いく誰、村田さん、いや今の佐々木ご飯くらいやっちゃったな、いややってた、浮いてましたね、何倍ぐらいやった、十何倍だろう、もう一万はいくよ、イエーイ、千円掛け、千円掛け、千円いった、イエーイ、でかい、九十円です、一万、イエーイ、一回も、イエーイ、俺だって出してる、焦った、イエーイ、イエーイ、いや俺も当たったの、いいです、いっちゃってください、いや千円掛け一点当てるのはいかついなお前。千円札っていうのが寂しいけど、千円札、いやじゃあよかったっす、いやでかい、これはいい、はいっす、おお負け犬、あ全然こっから勝つんで、こっから勝つんで、クリス何もなった、600円が900円になります人生負け組や、対地関係でやらない、ほんとそれは誰が言うてんねん、チンカス、金貸すやわ、それ競馬で100円掛けなくていいよ、俺は9000勝ちか、そやな、あまあでかいな、もうお前はだから、まあ、いい今日勝ち逃げよ、もう俺デリヘル呼んでるから今早い、はい、ここどっそばばやろ、ほんとどっそばばって説明の周りのデリヘルそばば言うな、じゃあサムネ用にビール飲んでよ、当たったら、当たったら、あでも全然おごったんで、マジっすか、やったやん、あっちあっちあっちっす、飯とかいらん、まあなんかホルモン焼きも横に添えて、いやお茶お茶やホルモン焼きもあればまあいいっちゃいいっすね、お茶お茶やろ夜飯夜飯まかなえた、ホルモン焼きって何ぼなん、450円、じゃあ、1450円からしてしかも俺に一人単価うまいわ、すいませんね、あと9分解説してくれ、レースの5が順番におらんらしい、
あ、言ってたな、1、2、5って言ってたな。侵入が3につけています。あら、3000をどう使う。ボックスとかでいく。6通り500円。3、1、2、5。ボックスちょっと広げた方がいいんじゃないですか。流し言っていい。なんでお前らがよう考えたら喋ってんねん。なんか聞かれたから。512、1000円。ああ、なるほど、うん、はい、いいんじゃない。3000円ってもおもろいな。あ、もう俺言っていい。え、全然いいで。123、125、512。いや、割といいと思う。3通り、1000、いいんちゃう。どう、マジでこれ勝てば納得もあれちゃう。うん、でとりあえず行っていい。それ行っちゃえ、まあ、その外すときは。いやー、殴りたいだけの人。安心してください。オーケー、勝ちます。よし、1、2、3、1、2、5、5、1、2。僕は512をすごい、512が美味しい絶対っす。大頭がなかったっす。4万円。4万円。一撃やめれることができるという。そういうこと。まあやるけどな。3000で4000。1人1万やもんな。ほんまにお前の水道代いけるやん。コースに前捨てでしょ。で、お前腰巻いてしょ。なんぼした。自分のケツは自分で回転を始めてる。お前ケツ汚いやん。関係ある関係ある。分かった、せーす。僕はおお手軽に言わない。なんだ水道代高なって言ってるけど全然いけない。さあ、いった。頼むで。いや、おお、スタートミスれへんかったらほんまにもらったのもやもん。いや、スタートいいですね。いや、125硬いよ。時点で、でも俺らは2、待って、まだワンチャン。なんか小筋島さんとかこっから買ってましたよ。あー、ちょっとやっぱしんどいな。3000でも負けたら、まあまだ戦える。ちょっと一回だけ。ごめんなさい、ごめんなさい、一回だけ、一回だけ。ちょ、行けってお前らも。え、じゃあ、ほんと、次のレース俺に任せてくれ。顔こ、顔こ。どうしようかな。どうしようかな。お前で漫画描いたんねん。絶対売れへんけど、いいよ。誰かがモーター良くないんや。だから変えてんだよ。だから、試合前にやっとけや。なんでギリギリなってやってんのな。お前、この意識ないって。絶対頑張ってるから。気持ち悪いわ。絶対頑張ってやるって。身長低いね、お前ら。身長低いね、お前ら。こっち来んな。こっち来んな。誰が止めんねん。はい、ということで、はい、今日のやつ目ですね。はい。よし。どうする？ここ4センチや。おっと。勝負。勝負。俺らさ、最終レースいつもあったやん。なるほど、なるほど。こけたりするやん。うん。向こうが確かに、そう、多いよな。こっち側のミスじゃないよな。ほんまに、これ買っておもろい。ほんまや。次のレースも、まあ、軽くやんで当てるみたいな感じで。あ、一応、1、2、4が A2 で、残りが B1 ですね。 A2、B1 とかでやん。そこの差って実質どう。ほんまや、それ聞きたいな。めっちゃギリギリ B1 のやつとか。そうやんな。だから、その選手の成績とかを見たことある。なるほど。わかりやすいか。はいはい。1、2、3、1、2、4、1、2、4、1、4、2、1、4、3、OK。やれ。もう絶対当たるやん。臨場感溢れるところで。ゴールポンプでしょ。はい、来た。いや、入ってます。声出てる。格闘技でも見てるかのような。墨の絵協定場、雨ぐらい以上に書いてかれてます。さすがホームグラウンドですから。さあ、来た。10秒前です。いえ、ちょっとスタムネ用に叫んどいて、一瞬だけ。この前だけ。いいよ、いけー、いけー、いけー、いけな。何あの並走、位置やばない。並走や、並走。いや、3頭来い。俺は1頭じゃないとあかんねんな。絶対に
あやばい、いや、刺さるやろ、刺さる、さすがに、うまい、飛んだ、やばいって、いや、いい、いい、いい、全然いや、3頭ですか、いや、今3頭や、いや、内側に1おるんで、いや、いや、うわちょっとパーってなったもんね、え、1、3、2は持ってるん、持ってない、何やねん、持ってない、やってるけど全然もう3頭とかにしてないあ、やってないちゃんとインコース固めにしてる72倍ついてんすよえ3頭はい、3、1、4頭でえ、3、1、2です、はい、今70倍72倍です3、1、2俺マジで本気出しますちょ、もう黙れってどうする完全に見えたサンズの顔やろもう全然俺あの止めてほしいやつ俺やっていくこれ今ドトン練習してるから水筒の方がいいんちゃうドトンドリュー兵器だバーッと立つからいけるいける俺じゃあこれ1000円もらってもいいいいよ俺はもうじゃああつやは第2レース一発目のやつを3000円いったからいったからもう最初は俺とリクとチャナ1000円ずつとうん全然いってもらってみんなの収入やからもう絶対プラスにしたいなようにしたいなかぶりだけなくしたいなです。あ、ジリスさん、18倍。まあまあまああるよ。16全然落ち着いてない。あのやんじゃ。いや。あ、めっちゃ人気なのか。10倍と。一番人気じゃん。お前や。めっちゃいい。それに300円とか言ってる。何帰ってくんねんお前。厳しいぐらいなるほど最後までと思うよあってもと思うよなるほど結局か小木にありがとうじゃあもらいましたよなんて書いてんの153、156、163、165 2がないです2がねえんだはいこわ16ですお願いしますはいこれ当たるやつですかこれ当たりますはい、買ってまいります何が一番美味しいん1、2、3でないやつじゃん1、2、3ちゃうんだから1、2、3熱いあ、もう取ってますね、じゃあ1、5、3、1、3、5があんねんけどこれが一番熱い、多分20何倍おいきたマジで最終よ1、6、4、俺熱いっすあ、個人掛け何倍いったトムチェン1、2、1、6、4でも俺はもう9万ぐらいやっぱ結局さ、1回は俺ら当たるな協定は俺かもしれないそうなでもこれ事故るからでさほんまに事故るから最後って1番線スビリ3000点が侵入してまいります1番から3番どう侵入どう第1位2両所1両所1日さんじゃああるんじゃん全然あるの163をないねん。あ613、615、6が入ってるのは2、132もないんやな。132もないねん。613ある。613よ。それはいけろ。そこ行こう。6させ。平和やから。そうか。でもちゃうわ。1って A2 が一番 A2。うわ。うわ。何ぼ今。163。させよ。164やろ。いや4は遅い。163は。ロックさせ！ここさせば中継ぎだ！いやーいやまだわからんわかるその距離はなうわ163かいやまだうわ16全部好きなことこれ16の2連単1万円いってないんかほらやお前ほらいや、いってないからこうなってるいってたら勝てるナダル、ナダル出てくんなお前のナダル出てくんなおいちょー、もうなんかお疲れ様でしたーコツしたまあ、タコ負けですねまあね、結局負けはい結局ありがとうございました神さん強い、やっぱり強いなこいつ強いわハンドル維持しすな、お前ハンドルの汚れ今飛んないやお前ごめんな、なんだ
俺だけプラス息のお前プラスか俺プラスやで決まるええー、なー俺絶対プラスにはおるでそやろな、うん、まあでも俺も300円買ったし決まってやちゃうぜ2500も差し引いてやでうん、うん、どうなんやろどうなんそれはどう算数できひんまあまあ楽しかったんでもう全然勝ちな安いもんやでな安いもんや1000円ぐらい全然フィーいやもう水道代無理やあ、ほんまや水なんかえあんま使ってないじゃん、写真大事やで、ね、シャワーも見られへんけ、お前全然いい草なんすそれも許して勘弁して、売れるまで待ってマジかということで、はい、またね、絶対リベンジしようと思いますはい、うわなんか競輪とかにしてもいいないやいろんな競輪がいいな、うん、いいかもしれんいろんなことやっていこうと思いますので、はいぜひともねチャンネル登録の方と、はい、コメント高評価よろしくお願いしますお願いしますそれではまた明日の動画でバイバーイ暇あ暇なじゃあ10回クイズするいいよキリンって10回言ってキリン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 ミリンキリンくっそなにこれはいやなにこれひじって10回言ってひじき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 ひざきひじきくっそ